歩くろう。演技の時間。はい。ツッコミづらい。ツッコミづらいよ。小鳥になりきってみた。あ、ごめんなさい。ごめんね、ツッコミづらくて。あるシチュエーションが出題されるので、それぞれ自分のキャラが言いそうなセリフを考えて発表します。クッソン、今のは悪いお手本なので、お手本にしてみてください。はい。はい。そのね、キャラが言いそうと思うセリフを自分で考えていってください。はい。それが、はい、そうだね、言いそうだねって判定されるとピンポンピンポンと音が鳴り1ポイント獲得となります、うん、はい。最終的に今日の番組を通して獲得ポイントが一番少なかった人が敗者となります。最後に、はい、なんと罰ゲームが用意されているんです、はい、知ってた？知ってた。あ、知ってた。知ってた。こう噂は金がない。本当？わかる。変なダンスとか踊らされるんだよ。そうそう、ギクッ、無茶ぶりを、ね、いやされるから。容赦ないんだよね。そう、なんか罰ゲームがね、そんなに本当、うん、みんなすごい笑顔でスタッフさん今見てるけどね。そう、おかないおかない。そう、ということでね、はい、頑張ってやっていこうと思うんですが、おし落ち着こう。嬉しいお知らせで、今回それぞれのキャラクターごとに模範解答のセリフが存在するのですが、うんうん、こちらが前回同様原案の君野桜子先生が直々に考えてくださいました。ですのでみんなもね、きちんと模範解答のようなセリフが言えるように頑張りましょう。はい、はい、あー緊張するな。前回やったんだけどすごいね、うん、緊張して難しかったの。そう、難しいんですよ。いつもなんかねアフレコってほら顔見られることないじゃない。ないね、うん、できればこうやってね言いたいよね。そうだね、そう、そういうわけにいかないんでね。そう、なんかすごいうなずかれちゃった、うん、ね、ちょっと羞恥心を捨てて頑張ろうと思います。はい、ということでまずはお題の発表です。最初のお題はこちら、はい、せっかくの夏休みなのに夏バテしてる男の子、これさえ言ってあげれば暑さも吹き飛ぶし元気も出ちゃうというセリフをどうぞ。元気は難しいよ。難しいね。難しいね。これはちょっと大変なんだけど、まあ、それぞれのキャラが言いそうっていうセリフを、それぞれのキャラがね、考えなきゃいけないんだよね。ということで、まあ、早速ね、うん、みんな難しい顔しちゃってるけど、うん、でも今マジモードだからみんな。そう、意外とね、とりあえず、まあ、じゃんけんで順番を決めちゃうと思います。とりあえず決めたらいいかな、うん、最初はラブだよ。まあ、そうだ、いくよ、せーの、最初はラブ、じゃんけんぽい。はい、グーでしょ。勝ったー。まさかの、まさかの望みからっていう。じゃあ残りいきますよ、はい、最初はラブ、じゃんけんぽい。勝ったー。2番最初はグー、最初はラブ、じゃんけんぽい。勝ったー。負けたー。4番。なんか鳥になっちゃった。もうすでにクスがちょっと、いやちょっとさ死にそうな顔しておりますが、誰か変わってあげれば一番。ちょっと二人とも誰か変わってあげれば、私から私も同じユニットだし、ほらユニットね、一心同体でしょ。助けてあげれば海ちゃん。分かった、やった、分かった、変わるからちょっと3秒待って。優しい。3秒でいけるっていうところがするね、うん、3秒経ったけどね、もうまた飛んでるよ。飛んでいって、よしよし、なんとかいけそうだぞ。オッケー、はい、肉じゃがを禁止ってすごいいっぱい書いてあったからね。なんだよ。分かった、頑張る。肉じゃが以外にするね、はい、ということで、いいでしょうか。はい、はい、それでは最初の挑戦者のチャレンジです。自分のキャラが言いそうなセリフ、みもりん、お願いします。夏バテですか？それは日頃からあなたの体力がないからですよ。でもなってしまったからにはしょうがないですね。夏バテには水分と塩分が必要なんです。私がスペシャルドリンクを作って差し上げますよ。てへっ。あれ、なんで、ちょっとあなた3秒で変わる。今ちょっと勉強になったのに、水分と塩分こう、ね、ほーっとね、
しょ。写真品は聞いてる。そう、なにこれ、なにこれ、なんで無理だったんですかね。なんかまずそうだからかな。塩水が塩水か。グッドコーナーだった。あー、ハートに響かなかったんですね。ということで、じゃあここで君の先生が考えてくれた、はい、モアン回答を読んでもらおうかなと思います。はい、わかりました。いきます。はい。いつも頑張ってる君だから、たまにはそうして休んでいるのもいいと思う。だってその分私がこうしてそばにいることができるから。あの、もう少しそばに寄ってもいいですか。キャー。おみちゃん意外と大胆。大胆です。大胆、海大胆。あっちのみんなキャー。いやー、来てください。行きます、行きます、来てください。そばにおみちゃんね、結構ね。でもみのりんの点数ゼロだからね。あ、そう、ブーブーだからね。ブーブーでした。こんな感じで、うん、あの厳しい判定が出ます。そう、どうしよう、意外とね厳しいんだよ。そう、なんか今回から判定基準変わったみたいで、グッと来なきゃダメらしいですよ、うん、言いそうでもグッと来なきゃダメって。そう、そっか、そう、うん、どうしようどうしよう、どうしよう、もうなんか大丈夫、のぞみパワーでいけるけど大丈夫だよ。色仕掛けよ。誰も聞いてない、誰も聞いてないよ、誰も聞いてないよ、誰も。夏バテ？大丈夫。
ほのかんちのおまんじゅう食べたら一発で元気になるから。え、食べる気しない？食べたら元気になるんだって。ほら食べてよ。おお、ピンポンでした。やったピンポン、商売上手だね。ねえ、やほのかんちのおまんじゅうすごいな。ねえ、ね、おまんじゅう以外は何が美味しいの？夏だからあ、蜜とか水ようかんとか言うの？水ようかんとかくず餅とかあるよね、うん、おまんじゅうは禁止って出たよ。あれ売り上げに貢献しました、はい、ということで、ほのかの、はい、うん、ご飯回答をお願いします。はい。あれ、どうしちゃったの？なんだか元気ないみたい。いつも笑顔の君に笑顔がないと、ほのかすごく気になっちゃうの。もう、ほのかの笑顔全部撮っちゃってほしいな。チューえ？え？可愛かったのに。何最後の顔断面可愛かったのに。え、これはほのかさんが吸い取られてるんですか？え、吸われてるというあれですか？吸われてるの？吸われてるんですかね？吸い取ってるんですか？チューッ、あ、チューッ、そこはほら、ご想像にお任せしよう。そうだね、はい。ちょっとびっくりした、自分で言うのびっくりした。私はびっくりしちゃった。はい、ほら、みんなアイドルなのに座れちゃダメだって。ごめんなさい、イメージが足りなかった。はい、まあね、私はピンポンもらったんで OK ということで。そうだ、みつ1ポイント獲得。イエイ。では、ちなみにうちが待ってますよ、はい、いいですかね、はい、いいよ。では、小鳥ちゃんが言いそうなセリフ、どうぞ。あれ、夏バテですか？もう好き嫌いなんてするからですよ。小鳥が食べさせてあげますから。ほら、お口を開けて。あーんって、なんで食べてくれないんですか？もう倒れても知りませんよ。でも、もし調子が悪くなった時は、小鳥が保健室まで連れて行ってあげますから。うわうわーちょっとうんち、今日頑張ったじゃない。頑張ったかな。どうしよう、スクールラブの予感。あんた、いいな、私もそうやって保健室行きたい。二人保健いいんだから。あーそうだね。そう、なるほど。はい、ドキドキしちゃった。恥ずかしいね、これ心拍数がさ、ね、はい、ここにさ、マイクついてるじゃん、うん、これ心拍数拾わないかなって思うぐらいさ、ドキドキする。はい、はい、ということで、ね、やってもらいましょう。行こうと思います、うん、あれ、もしかして夏バテですか？あの、小鳥、夏バテにとってもよく効くお薬知ってるんですけど、試してみます？なんだか胸がドキドキして顔が熱くなって元気が出てくる秘密のお薬、あなたにあげたいな。うおー。怖い怖い怖い。うおわあ。あのね、なんかね、いつも思ってたんだけど、うん、小鳥ってさ、結構むっつりだよね。そうだね。海ちゃん、不純にしてる声を取り締まってください。ちゃんとピピピですよ。ピピピですよね。ヨタコヨタ、まあ、はい、はい、とりあえずピンポピンポンってなったから、ね、内田さん1ポイントということで、あれ、はい、じゃあ次のお題いくつかね、前がね、はい、うん、はい、じゃあもうサクサクいこう、サクサクいこうね。ごめんね、自分が一番サクサクしてる。